ね、死んでね、回復と交代してきたや、あの、あれにも、あれにも、あの、なんだ、あの、徐々に回復を、もみちゃんのね、SS、与えさせたいんだよね。ここは、もみちゃん自体も死んだら厄介なんだよね。まあ、これは、一番理想は、全員死んでも困るな、これ。回復死んでもらえると困るんだよ。うわ、要が死んだから。ちょっと厄介だな。うわ、しかも3色じゃん、もう。これふざけんなよ。とりあえずこれ大幅回復じゃなくて、あれ、これして、で、回復して、もうこれ左服をね、もうさっさと叩きます。要か。ややこしいですね。マジ？これちょっとね、やばいかもしれないな。回復2枚はきついぞ。危ない危ない、危なくもない。ちょっとやばい。やっぱ遅延？遅延？うわ、これこれ、ここであの使いたかったんだよ。あの、なんだっけ。うわ、しかもこれもう復職だらけじゃねえかよ。もうめんどくせえな、これ。わっ、これマジでやばいぞ。これいけるかな。うわ、これもう復職いらねえよマジで。でもこれもう食潰しとか遊んでくるとあるし、うわ、これギリギリかもしれないな。これ熱、これちょっとやばいな。真ん中だったら死ぬんじゃない。うわ、これ属特攻、うわ、もう腐食だらけじゃねえかよ。もうこれもう何なんだよ。うわ、もう何なんだよ、もうこれ。もう腹立つな。あ、ロダンだよ、もう。これはもう己の責任だな、これ。なんだって、もう屈辱だらけだしさ。しかも耐えた。うわ、もう屈辱じゃねえかよ。もう何なんだよ、本当に。うわ、これ死体にも行くんだよね。うわ、けど2色か、これ。わからん、知らねえ。うわ、もう頼むよ。わからん。うわ、ぶんねえ。めんどくせえ。で、なんとね、助っ人は何でも構わないです。種族は関係ないです。ということでね、何度かクリアできました。で、まあ、ゴールドが29万1000で、経験値が1000で、エースポイントが300と。ルドビカって何だったかな、種族の。うわ、いなくなってるし。これさ、あと何時間とかあるけど、これ1回2回使ったらもうすぐ消えちゃうんだけど、この何時間っていうのは一体どういったあれなんですかね。で、おそらくは、なんだろう、ゴールドなのかな。これ、詳しくよくわかんないんですけども、おそらくゴールドかな。で、3つとも全部クリアしたんで、早いてるくれると。ややこしい。で、まあ、ちょこっとメンバーを紹介しておきますか。
ったメンバーで行ったのっつうことで。リーダー、もみちゃん。で、マンサーが、まあ、かなり回復。で、まあ、リーダー陣さらに回復。で、まあ、スペシャルのね、この徐々に回復。やっぱこれがね、なんだ、3色とかのね、あれで失敗しても回復できるんで、これでかいですね。で、まあ、フル格出すと、フルル格と。で、アスカじゃなくて、イツキ。3回連続、アンサーが。で、スペシャルが、変換。ということで、まあ、変換役ですかね。まあ、攻撃っていうよりも変換役かな。で、無覚醒。で、戦士と。で、要。アンサー大幅。で、スペシャルが見破る。で、フル格のフルマナ。で、これ魔族と。これやっぱか、これがね、まあ、要だったんですけども、このパーティーの。早々に死んじゃったんでね。これ見破るが使えるんですけども、あれやっぱ耐えられたのかな。あ、耐えか、割合食らってから、あれしたんでね、ちょっと耐えられなかったんですかね。HP マックスだとね、耐えられるんですけども。で、アスカ。これやっぱね、アンサーが、まあ、非属性絶大。で、ジャンルパネル変換。これやっぱね、特攻はね、まあ意味はあったんですけども、やっぱり、ね、両サイド倒す間があんま関係ないんでね、これが。うん、ちょっと使いづらいんですけども、変換がこれぐらいしかいないんで、戦士の。まあしょうがないんでね、これ選びました。で、最後、一句。まあ、アンサー回復。で、スペシャルが非 50% 軽減。これ、全く使わなかったですね。使う前に死んじゃったんで。これはまあ、無格闘。まあ、戦士。で、メンバーどう、他にはどういうのいたのっていうと、あ、これだってんのか。戦士と魔族っていうことで。これ。まあ、まあ、葉月。まあ、あと、なんだこれ。ルフレ。まあ、攻撃型だとこの二人かな。で、まあ、イックさんもう一枚。で、やっぱ、これ持ってる人いるのかな？まあ、いると思うんですけども、捨てちゃった人が結構多いかもしれないですね。ヘルムート。これね、回復なんでね。しかも変換。まあ、シャッフルなんですけども。まあ、変換とシャッフルは違うか。まあ、シャッフルで。まあ、回復なんでね、使えるとは思うんですけど、これちょっとね、もしかしたらイックよりもこっちの方が良かったかもしれないな。こうの方が良かったかもしれないな。で、これ、いや、こうかな。アスカはあんま入れなかったかな。で、譲り派。これもね、中回復。なんでね、回復があんま揃ってない人はね、いいんじゃないですかね。まあ、こう。まあ、中回復だからな。こう。回復4枚でもね、最後ね、回復がどんどんいなくなっちゃって、最後いなくなっちゃったんで、回復はなるべく用意してった方が。戦士と魔族の蘇生っつうのはね、いないん、俺の場合持ってないんでね。あれですね。普段は、なんだ？普段のなんだ、エース級じゃなくて、スター級。どういうメンバーで行ってるのっていうのは、このメンバーでね、まあ今は回ってないんですけども、ポイント稼いでるときは、このメンバーで、待ってました。もうほぼ回復。回復4枚。して、しかも、蘇生2体っていうね、超安全策。で、時間かかりますけども、これはもうほぼね、ド安定の、パーティーですね。パネムも効いてますし、パネムも多いし、でね、誰が死んでも蘇生してるし、リタがね、死のうが死んでもね、これ誰だったっけ。ロレッタ、もいるんで、回復でき、回復じゃなくて、なんだ一回やられると、悪くなると思います。戦士やってない人は結構いるんじゃないですかね、サブクエストでね。まあ、4体以下とかはね、まあ、もう、強いメンバーでいけるんですけど、やっぱさっき最初の方に言った通り、メンバーが揃わないとね、戦士と魔族、なんかあんま回復、朝回復があんまいないらしいんでね、もみちゃん。あと、あやなみれ。あたりがなんかね。あやなみは違うか。ただあれは戦闘後回復があるんで、そのあたりね、もしかしたら使えるのかもしれません。はい。ということで、なんでしたっけ。エースワールドか。エースワールドの、スター級の、戦士&魔族縛り、でした。Thank you.
Thank you.